はい、コナンです。今動画を撮っているのが10月の26日なので、もうすぐでオータムニャンボーガシャ聞きます。今日はね、そのオータムニャンボーガシャの話、そしてその後でステージ攻略やっていこうかと思います。まずこのオータムニャンボーガシャなんですけど、まあアンケート出しておきますけども、皆さんどうですか、回しますか回しませんか。まあもちろんね、無料でもらえるニャンボコインについてはもちろん回しますよ。問題は課金して回すかどうか。サマーニャンボーの時もそうなんですけど、高いんですよ。1回600円、そして10連が確か5000円6000円だったと思います。で、10連すると SS 以上が1体確定ということなんで、まあ回すなら10連でしょうって思うんですけど、10連これで5000円6000円出すかっていうところが微妙。まあこれ本当人それぞれ価値観なので、まあいい悪いとかそういうことはないんですけど、ちょっと高いよねっていう話。そしてやはり目玉は SSS ランクの太陽神。そして今回はどうだろう、時空神とかね、暗黒神も追加されるかもしれません。このあたりが目玉になってくるんですが、僕持ってるんだよね。まあ、しかも前回もそうでしたけども、結構確率が低い、なかなか太陽神出ない。出そうと思ったら5万6万とかね、10万ぐらい使わないと出ないっていうね、そういうガシャなんで、プニプニやってる人って結構ね、無課金もしくは少額の課金でね、楽しんでる人が多分多いと思います。そんな中でこのガシャがどこまで受け入れられるのか。前回のあのサマーニャンボガシャの時の売り上げは、まあアップストアのね、売り上げ見ることができるんですけど、正直ね、あんまり売れなかった。まあ当たり前だよね、これ高額だから。それでもね、どうしてやるかっていうと、まあ運営的にはまあ話題作りっていうのは一つあると思う。あとはどうだろう、やっぱりね、最近始めた人とかで、まあ時間をお金で買うというかね、まあ早く追いつきたいという人用にまあ用意したんだと思います。まあ僕はね、おそらく回さないかなと思うけど、まあ内容次第だね。 SS 選べるコインとか超 SS 選べるコイン、これちょっと今回アナウンスなかったんですけど、もしあればこっちの方がいいかなって思いますね。やっぱりガシャだとね、欲しいキャラが出ないと悲しいんで、選べるコインならね、確定なんでね、まあそのあたりちょっとね、非常に楽しみにしています。江戸川コナンの試練4、江戸川コナンの必殺技を30回使う、犯人の妖怪プニ579個以上消す。そしてあとは星集めですね。まだだいぶね、星が残っています。さあステージ44、妖怪プニをサイズ20以上、そしてボーナス玉9個以上、こちらの星のミッションやっていきます。使う妖怪はこちら、カルラ。ボーナス玉を作る K コマ S、 そして K 字色 S です。お互いつなげれます。そして江戸川コナン B ランク、不思議族、白面のもの、全消しですね。こちらボーナス玉の処理で使います。ボーナス玉じゃないです、ポイント玉です。今回デカプニを作るということで、まあ KK ブラザーズ、違うプニ同士だけどつなげれる、まあこれがね、使いやすいんじゃないかと思います。まあいろんなやり方があると思います。ヤマタみたいなね、デカプニ妖怪使ってやるやり方でもいいでしょう。そしてボーナス玉に関しては9個なんで、まあカルラ1体あれば1回出せば4つ玉ができるんで、まああとはね、デカプニ KK ブラザーズで作りながらボーナス玉もね、作っていきたいと思います。さすがにやっぱり5区のミッションともなると難しいよね。さあ江戸川コナン、江戸川コナンのね、必殺技の回数もね、ミッション稼いでいきます。なんとか今回もうね、サンデーとのコラボイベント残り少なくなってきましたけども、まあイベント期間中に全てのミッションクリアしてね、報酬はいただきたいと思います。さあフィーバータイム入りました。まずね、あの2体敵がいる状態だとね、ちょっとやりづらいんで、1体倒しておいてデカプニ作りたいなと思います。これでもうボーナス玉は9個ぐらい出たかな。さあ残り1体になりました。全消しです。意外とね、僕的にはこの白面のもの結構気に入ってます。ボーナス玉をね、一気に壊してくれるんで非常に使えます。さあデカプニ作っていきましょうか。サイズ20以上。さあカルラの一つ技もう一回ぐらい出せるかな。
さてカープに、おーやられた、つえーな。さあレベル上げていきます。ちょっとね、カイマスシンドバッド入れましょうか。若干やっぱりキャラが弱いと。これならまあそこそこいけるかなと思います。シンドバッドはね、あのポイントがボーナスがつくんでね、嬉しいよね。今回まだね、僕怪盗キッドがゲットできていないんだよね。一番の目玉、これがね今一番ネックで、なんとかねイベント期間中にはゲットしたいなと思います。やはりどうだろう、土曜日日曜日そのあたりから来る確率超アップに期待したいなと思います。また来ますかね、日曜日限定のあの確率アップ。でもね、先週の日曜日の時に結構ねそこにかけて回し、前までつぎ込んで回したんですけど全然出なかった。何なんでしょうねあれ。ちょっとねあれがあるんで、またちょっと日曜日どうしようかなと思ってます。まあでももう残りわずかなんで、ここで回すしかないかなと思っていますけども、まあそう言ってる間にね、もう次のイベントの話がもうぼちぼち聞こえてきてるんで、もうそのためにもワイマネーもちょっと貯めておきたいなと思います。さあ回復しながら行きましょう。デカプニ作るぜ。サイズ20以上、17、もうあと一息。20以上って結構でかいよね。来ましたね20。これであとはもうボーナス玉ももう9個ぐらいいってるよね。これでいったかな。さあまたクリアして終わりです。ただね意外と強いんだよね。さっきもちょっとやられちゃったんで、まあ今回シンドバット入れてなんでね、まあなんとかいけるんじゃないかと思いますけども、このシンドバットもねまだ技レベル2なんで、もう少しね周回して落としてあげたいなと思いますが、今回シンドバットドロップ率異常に低いよね。まあ、なので、まあ、カイトキットをねゲットできてから周回したいなと思います。さあ235は今ね、そして星の方はクリアです。そしてポイントボーナスついて72ポイント、ボーナスでかいよね。次は70秒以内にクリア、必殺技でとどめを刺す、こちらやっていきます。70秒以内なんでワンフィーバーで狙っていきます。プラチナ鬼、そしてゴズとメズ使います。違うプニ同士だけどつなげることができる。そしてシンドバット、ラストブシニャン、強力なメリケンレジェンド妖怪使っていきます。ちょっとここを作戦としては迷うんですけど、まあゴズとメズで違うプニ同士でもつなげれるということで、プニを長くつなげてなるべくね早くフィーバータイムに持ち込みたいなと思います。でまあフィーバータイムに持ち込むか、もしくはフィーバータイム前に倒しちゃう、どちらかなんですけど、まあ70秒以内なんで、まあ、早めにフィーバータイムに入ってワンフィーバーで必殺技ぶっ放してクリアできればOK かなと思います。ただ必殺技でとどめがあるんで、ちょっと最後残しておいてフィーバータイムに開けてからとどめですね。そこの加減がちょっと難しいかな。フィーバータイムの終わりの方でね、ちょっとこのプラチナに攻撃力アップ使いました。フィーバータイム後もねちょっとこの攻撃力アップを使いたいので、さあ打っていきます。さあいけるかな、あと2発。意外と強い。そしてシンドバットで倒せれば、ちょっと70秒厳しいね。必殺技でとどめなんで、ちょっとね射程距離見ながらいきます。さあ OK かな。おいきましたね。お、星の方はクリアです。278ワイマネー。さあ72ポイント、なかなかたまりません。
早くあの傷ついたアリババ欲しいよね。さあ次は一度に18プニ以上をつなぐ、そしてうすら影族で最大ダメージ8000以上やっていきます。うすら影族ということでうんちくま使います。サボりです。時間稼ぎます。そして魔天王単体攻撃強力です。神鳴らす五郎攻撃力アップ、そしてデビビラン攻撃力アップです。白面のもの全消しですね。こちら使っていきます。さあ薄ら影っぱで黒い妖怪ウォッチを使って種族効果 30%。 さあまずは1体倒してしまいましょうか。そして薄ら影で最大ダメージ8000なんで攻撃力アップを2回ぐらいかけておいて打ち込んでやればいけるかなという感触がありますけども、まあ、今回ね種族効果そして黒い妖怪ウォッチのねステータスアップがあるんでまあ8000ぐらいならいけるでしょう。ちょっとねサボりで時間を稼ぎます。うんちくまさすがレジェンド全体サボりということで使えるよね。さあフィーバータイム入りました。ここはやり過ごしましょう。さあひたすらプニを消していきます。そしてフィーバータイム開けたとこで攻撃力アップからのうすら影、ちょっと盤面軽く整地して一度に18分以上やっておきましょうか。白面のものでいけるかな。ちょっとポイント玉がね非常に邪魔なんだよね。まあ嬉しいんだけどちょっと この星のミッションやる時に限ってはちょっと邪魔ですね。さあこれで18ぐらいいけるかな。ちょっとあまりここ頑張りすぎちゃうとねやられちゃうんで。さあつなげます。どうだ。おお20分にいったね。さあフィーバータイムはやり過ごして、さあ攻撃力アップからの神鳴らすゴロ、そしてデビビラン攻撃力アップです。そして白面でこれでどうだろう。フィニッシュ。おお1万いったね。1万1000いきました。さあ星の方はクリアです。 259Y マネー、そしてポイントは100ポイント。それでは次の星のミッションはフィーバータイム3回以上やっていきます。百鬼姫整列ですね。そして修羅駒伝丹使います。こちらも整列です。そして K コマ S、 K ジロ S、 そして白面のもの全消し使っていきます。今回はフィーバータイム3回なんで整列妖怪でフニをね整列しておいて、そして KK ブラザーズ なるべくねフニを長くつなげて早くねフィーバータイムに入る、そんな作戦でいきます。なかなか難しいんですけども、なるべくちょっとねフニは長めにつないでいきます。そして優秀な整列として百鬼姫、そして修羅駒伝丹がね僕は個人的には結構好きなんですよね。修羅駒伝丹は自身を全て消し残りの妖怪プニを整理するということで、まあ威力60、今技レベル3なんですけど威力65ポイント、そして整理は2種ですね。そしてスキルがあります。自身の妖怪プニがセットした位置から降ってくる 45%、 まだ今スキルレベルは1なんですけども、ということで修羅駒伝丹は非常につなげやすい。さあ百鬼姫も優秀だよね。さあ長くつなげると一気にフィーバータイムに持ち込むことができます。さあポイント玉も壊していきます。あとはフィーバータイム3回はね倒さないようにしないといけない。
ちょっとそのあたりも調節しながらいきます。さあなるべく長くつないで、皆さんどうですか、もうこの星のミッションをすべてゲットできましたでしょうか。結構大変だよね。特にこの5区のステージはなかなか難易度が高い。さあ整列させておいてつなげます。さあこれでもうフィーバータイム3回いったんで、まあ倒してしまいましょうか。さあどんどん必殺技打っていきます。さあデカプニ、そして白駒伝体いきます。まあ整理する以外にもね、あのアタッカーとしてもなかなか使えるんじゃないかと思います。さあクリアです。さあ星の方は3つゲットです。 222Y マネー。次は早乙女ランマ S の必殺技でとどめ、こちらやっていきたいなと思います。今回星のミッションで、まあ、殺生丸の必殺技でとどめとかね、早乙女ランマ S の必殺技でとどめってね結構あるよね。まあ、その救済策としてこのポイント交換で一応ねキャラがゲットできるようになってるんだよね。殺生丸まだ僕持ってないんで、これポイントでゲットしないといけないんだけど、1万ポイントっていうことでやばいです。たまんないっていうね。さあ行ったぜ。あれ、早乙女ランマ S の必殺でとどめ、おかしいじゃないか。どうした、早乙女ランマか、マジか。マジか、これ分かりにくいよね。見た目ほぼほぼ一緒っていうね。ちょっとランマ S でもう一回行きたいと思います。マジか、せっかくね行ったんですけども。さあまずは技ゲージ貯めてフィーバータイムに持ち込みましょう。このランマ S とかね、ノーマルランマとか分かりにくいっていうね。早乙女ランマ、早乙女ランマが水をかぶり女になってしまった姿で、体格も一回り小さくなっている。お湯をかぶることで男に戻ることができる。皆さん、あのランマ1/2っていう、まあ、アニメのねキャラクターなんですけど、見てましたかね、見てましたかっていうか、まあアニメもやってたし、サンデーでね、あの漫画も連載されていました。あの高橋留美子原作のうるせえやつらとか、キャラ可愛いよね。さあポイントがすっげえたくさん降ってきた。ちょっとね白面のものでポイント玉消したいんですけど、今消しちゃうとちょっと倒しちゃうといけないんで、ちょっと最後ねランまでとどめを刺さないといけないんで、まあコナンなら大丈夫でしょう。おお、いい感じ、そろそろ。さあ鉱物与えます。できればねゲットしたいんですよ。そしてここでいきましょう、ランマ。おー、いったぜ。さあ星のミッションはクリアです。さあレベルも上げていきます。さあ報酬いただきます。おー嬉しいね、必殺の秘伝書、そして黄色コイン G ゲットすることができました。